ウッドランドパターンウッドランドパターンは、アメリカ合衆国で考案された迷彩パターンである。U.S. ウッドランド、M81 ウッドランド、四色ウッドランドとも呼ばれる。1981年から2006年まで、アメリカ全軍の標準的な迷彩パターンの一つとして、戦闘副闘に用いられた。ウッドランドパターンはいわゆるディスラプティブ迷彩の一種で、あり。 ハイコントラストの四色からなる分断された不規則な形状のブチで構成されている。ウッドランドパターンはアードルパターン迷彩を引き伸ばしたものである。また、拡大に合わせて模様の境界線はより不規則に改められた。アードルパターンでは布地一巻当あたりごとに水平、垂直方向にパターンの連続性があった。すなわち布地の右端と左端。 あるいは上端と下端で縫い合わせれば、パターンを連続させることが可能だった。一方、ウッドランドパターンの連続性は、垂直方向のみだった。パターンの引き伸ばしは、より遠距離での光線を想定して行われた。アードルのようなブッチが細かいパターンの場合、遠距離で目視した際に、境界線の滲みが生じ、全体が単色に見えて、明細効果が損なわれるのである。 ウッドランドパターンでは、ブチが十分に大きく滲みは起こりづらかったが、一方で、コントラストが強調されるため至近距離での明細効果は失われていた。なお、デジタルパターンやフラックタームパターンとして知られる種類の明細パターンでは、ブチの大きさに幅を持たせることにより、遠近両方で十分な明細効果を得られるよう、工夫されている。 アメリカ海兵隊アフガニスタンにて活動するマーサック、隊員、ウッドランドパターンの球を着用している。アメリカ海兵隊では2002年にマーパット名サイト幕や戦服が採用されるまでウッドランドパターンの BDU や戦服を使用していた。また2011年には海兵隊特殊作戦コマンドが旧式の BDU や戦服を改めて採用し、 アフガニスタン方面に展開する隊員に支給した。2014年5月にドイツのグラーフェンベア演習場で行われた米独合同演習の際には BDU や戦服を着用した一般の海兵隊員も確認されている。アメリカ陸軍演習中の陸軍集兵。ウッドランドパターンの BDU や戦服とパスグッド、ヘルメットを着用しているアメリカ陸軍では 2004年にデジタルパターンの一種で、あるユーシップパターンと a 氏や野戦服によって更新された。ただし、アフガニスタン方面に展開する陸軍特殊部隊軍では、ウッドランドパターンの野戦服が使用されている。これは旧式の BDU 野戦服とよく似た形状だが、近年になって再設計されたものである。アメリカ海軍アメリカ海軍では、現在でもネイビー・シールズなどが引き続き、 ウッドランドパターンの BDU や戦服を着用している。ただし、それ以外の水平等の作業服はデジタルパターン明細が施された新式の海軍作業服に更新された。アメリカ空軍アメリカ空軍では2011年にタイガーストライプパターンの明細を施したアブや戦服を採用し、ウッドランドパターンの BDU や戦服を更新した。ただし、 空軍の補助組織と位置づけられている民間航空パトロールでは引き続きウッドランドパターンの BDU が制服として使用されている。イタリア陸軍1990年代にミメティコローマ90として使用。スペイン陸軍1982年に採用。オランダ海兵隊1993年にそれまでの DPM を更新する目的で採用。 99式臨地迷彩服を着た中国、人民解放軍陸軍の兵士アメリカの支援の下、再編されたイラクやアフガニスタンの軍にも供給されている。その他、ロシアや中国なども類似の迷彩パターンを導入している。軍以外アメリカ合衆国における法執行機関やスワットの中には、ウッドランドパターンの野戦服を使用している組織がある。ありがとうございます。